はい、今ですね、ダンスホールから出てきました。今からね、ちょっとね、夜の街をドライブしましょうか。休みだしね、まだ12時だからさ、そんなにね、急いで帰ってもっていうのはあるんですよね。だからちょっとね、ドライブがてらにちょこちょこっと走ってみようかなと思います。夜の街のドライブね、あんまりね、あの帰り道のさ、あのなんていうのかな、まあ、どっか行った帰り道にね、ちょっとついでに下に進みます、うるせえとかね、いうのはたまにやってるけど、夜ブラブラするっていうのはほとんどないからね。仕事帰りの帰り道だったりとかさ、まあそのさっき今言ったどっか行った時の帰り道であったりとかさ、およそ600メートル先 U ターンします、そんなんしかないからね、ちょっとブラブラで、去年の年末12月のさ、あのクリスマスナターレのイベントのね、あの後ろに行ったじゃん、覚えてる、覚えて、まあ、見てくれてる人いるかなとかね、呪われた街ねとかいうのでさ、あの何回かね動画で撮ったこともあると思うんだけど、そっちの方行ってみようか、どんな感じか、真夜中なんかちょっと怖い感じかもしんないけどさ、肉眼で見ないもんね。なんかモニターを見ながら走って行って撃って
て逃げて避けてみたいな感じですよね。ゲームみたいな感じですよね。中ってね、そういう時代なんでしょうね。モニターの方が明るい、肉眼で見た方が暗い、道見にくいし。でちなみに今ね、ナビ使ってるのはルームミラーにつけてるルームミラー型のナビを使ってます。それでね、地図見ながら、スマホ1台しか持ってこなかったんで、このスマホ1台で、録画しながら。でこの前ね、遺跡でその後に大聖堂行ったじゃないですか。で大聖堂行くときはまあマシだったんですけどね、まあ、録画もしてなかったのかな。初めの遺跡に行くときにさ、すごいノイズ出たじゃないですか。ガタガタガタ、チーチーチー、ガタガタガタって。あれのね、なんでかなと思って、それがね、知りたいんですね。で今、スマホのカバーを変えてきました。およそ600メートル先、エレベントセントルの出口を出ます。ここを出るらしいですね。え、ここ違うな。わかりにくい。多分カバーがね、硬くて、ガタガタ言ってたんじゃないかって思ったんですよ。で今日はねシリコンカバーに変えてきて、それでこの間みたいな音が出るのかどうかっていうね、エレメントセントルの出口を出ます。音もちょっと続いて分岐の右方向です。右、初めて右に行く。ここ出るのはあれだけど、初めて右に行くんだけど、本当ですか。そういえばね、
行くとこさ、夜景が見えるとこあるもん。そこでもちょっと映そうか、夜景ね。ないもんね、こんな機会ってないですよ。こんなこと、夜中にこんなうろちょろするのないもんね。クリスマスぐらいだもんね。普通の時にこんなうろちょろするの珍しいよね。まあ明日も休みっていうのがねあるよね。で今日洗濯をさ2回もしたからさ、日本の洗濯とイタリアの洗濯と、違うっていうのは、昔々ね、もう1年前ぐらいかな、1年半前ぐらいかな、まあ、Twitter なんかね、だったらスペースとかでね、よく喋ってる時にさ、みんなと会話してる時によく言ってたんだけどね、日本の洗濯機って、まあ、大体30分40分とかで終わるじゃないですか、多分ね、知らないけどそんな感じでしょ。でイタリアとかは120分、短いバージョンで90分、あ違うか、うん、90分なんですよ。だから最低1時間半かかるんですよね。で普通に回そうと思ったら2時間かかるんですよ。まあその分、そっか、発熱、暖房をね、なんていうんですか、このフロントのガラスのところにやってたら、まあ、そこにこれ今取り付けてるんですけどね、その高熱の熱が出て発熱で熱暴走しました冬になったら熱暴走しないとか思ってたけど、あれですね、自分が暖かくするためにヒーターつけちゃうんで、それで熱暴走するってやばいな。そういうことか。まあそういうこともありえるわな。そりゃそうだよな。今暖かいのが出るところを変えました。ガラスのとこやめた。これやばいな。全然考えてもなかった。ファーウェイのやつはそんなにならなかったからさ。で、あ、まして今もうバッテリーなくなったからね。ダンスホールでもうバッテリー結構使っちゃったからね、 60% ぐらい使っちゃったからさ、今もう充電しながらやってるんですよ。それで余計ですよね。充電してるわ、熱風出てるわ、で熱暴走、それ当たり前だわ。ごめんなさい、途切れちゃったね。大丈夫かな。そう、まあ、そんな感じなんですよ。ちょっとね、車内の温度を下げようかな。完璧に熱くしすぎてるよね。そこそこにしないとね、やばいですね、本当に。やばいやばい。びっくりした、いきなりスマホパンと落ちるから、と思った。そっから熱暴走で、まあ、カメラだけが使えなくなるんですよね。他のは全然使えるんですよね。スマートフォンがロックするとか、スマートフォンが動かなくなるとかじゃないんですよ。カメラだけがね、起動しなくなるんですよ。まあその機能ついてなかったらね、燃えちゃいますからね。どんどん熱くなって、でもう火吹いてバッテリーバーンと爆発してとかいうことになっちゃうからね。保護のあれだから。こんな時にね、配信してると熱暴走で速度が下がって、で画質が悪くなって、でしまいにどんどん延滞遅れて、声と映像がどんどん遅れてきて、でそれでも気づかずにずっと運転してたら、もう1分遅れ2分遅れのズレになってくるんですよ。まあ走ってる時にね、それに気づいたところでさ、どうせ中にね、どうしようもできないもんね。そこで温度下げてこうって、いやできないからね。特にこういう道だったらさ大丈夫だけど、夜中なんてお昼とかだったらさ、交通量ね多いし、で高速道路パンク走ってる時だったらもう触れないからね、危なくて。およそ 500m 先ロータリー2番目の出口です。そういう時にね、まあ、リスナーさんからさ続かれるわけですよ。なくなるわ。充電したらそりゃ熱くなって、や
かがいいとか、まあ、バッテリーがちゃんとあるとかで充電同時にしてないとかいう時だけね配信すりゃさ綺麗なとこだけ見せれるんですけどね、なんかこう繋ぎっぱなしにしたいんですよごめんなさいもう体調悪いのに繋ぎっぱなしにしたいんですよその辺ですよね、その辺がちょっと無理すんなってね、無理するからそうやって疲れるんだろうって分かってるんですよ自分でも。あの例えばさ、あの街中だったらね全然電波いいんだけど、あの美術館とかね博物館とかで、古い博物館なんてもう明らかに壁ぶっ飛ぶて電波絶対入らないだろう、悪いだろうってね、もう明らかに見て分かるのにそのまま入って、うわ電波悪いとかぐるぐるだとかね言われるの分かってんのに行っちゃうんですよなんとか部分部分でもね、泊まりでもちょこっとだけでもね見れるんだったら見てほしいっていうのがね、なんていうんですか、もうそこでさあここ無理だからもうやめとくね、であそこも無理だからやめとく、そんなのはなんかちょっとね僕じゃないと思うんですよじゃあそうすれば綺麗ですよ、あのくるくるなることもないし延滞することもないし、今なんてねあのこっちのさ 最大手の一番電波が強いところの電話会社に、これおよそ 500m 先、ロータリー2番目の出口です、ありがとう、半年前ぐらいに変えたからさ電波めちゃくちゃ強いんですよ、だから全然できるからさ、それでもあの古い建物博物館なんてやっぱ無理なところは無理なんでね、もう見て明らかにダメだっていうところ分かるからさ、だからそういうところ行かなきゃいいのに、ね、だけどなんか行かなかったら僕じゃないなっていうのがあるんですよね、安全牌ばっかり行って綺麗なところだけで見せて、結局だからもう綺麗なところって言ったらもう今外じゃないですか、外だけ見せて、ね、中いいところはもう一切見せずに、ちょっとちょっとの映像でもその雰囲気だけでも伝えることは全然できずに、クエスチョンのままで、ああ入ったらどんなんだったんだろうねみたいな、そういうのはね好きじゃないんですよ、入ってきてうわテープはくるくるなって言いながら画面固まってる、もう固まってる映像で中の様子はちょっと見えるじゃないですか、くるくるがねちょっと溶けてパッと映ってしまって、
じゃあどうにかできるのかって言ったらどうにもできないんですけどね。それはもう本当どうにもできないんですけどね、まあ、ただ様子がわかるっていうだけで。ここちょっとややこしいんですよ。わ、なんかもう霧が立ち込めてる。めちゃくちゃ霧が立ち込めてる。もう多分ね、これ雪、今年はね雪が多くなるとか言ってたんで、多分もう今月末とかから雪降るんじゃないかな。多分雪降ったらね、ここ来れないからね。ちなみにここ右、これお墓ね。これお墓ですよ。これやばいんですって、マジで。これお墓ですからね。ちょっとお墓の前ぐるっと回ってみる。ここマジやばいんですって。ここね、お墓右、ほら正面行ってみる。ほらお墓、これこれお墓ですからね。なんか見えた。というか、なんかあいつ車行ったぞ。なんで車、なんで車行ったんだ。この上ってあのあれだよ、呪われた町しかないんだよ。あの呪われた町って今もう鍵閉まって入れないんですよ。俺みたいなやつがいるのか、ひょっとして。まさかの俺みたいなやつ。すごい勢いで走っていったよ。だって住居ないもん、この行方って。家ないよ。やばくない。うわ、もう全然いない。さっきの走っていた車は何だったの、あれ。映像やばくない、ブレてないですか、大丈夫。これ高感度にするとね、本当に映像はブレちゃうんでね。なんか地面が濡れてますね、ちょっとね。おお、道が見えない。300m先、左方向です。はい、ありがとう。ブンブンさんだけが通る範囲です。こういう時にね、誰か通話してくれる人がいたらね、怖くないんだけどね。なんせ一人じゃないですか。一人でこんなところ、ま、真夜中ね、来てるじゃないですか。あの、霊も怖いし、おば、うわ、ガスがなんかこもってる。左方向です。その先、右方向です。もう怖いし、普通のやつも怖いし、普通のやつも怖いですよね。ここですよ、ここ。うわー、これ車入っていい。右方向です。いや、もう分かったけど。分かった分かった、右方向は分かったぞ。怖いです。真夜中。これ車入ったら怒られるんだろうね、多分。車入ったら怒られるよね。車降りるの嫌だもんな。あまりに怖すぎるよね。怖。ちょっとこっちもぐるっと、これね、行き止まりなんですけどね。怖。これお城のほら見える？お城のね、裏手。怖ー、前ですか。怖ー、ね、怖ー、うわー、これは怖いわ。怖すぎるでしょ。
怖すぎるでしょ。あの先がやばいところ、呪われた道、そこ入り口ですよ。でこの右手にあるね、これお城はね、ちょっと映す。すぐ見えるんですよ。このお城はね、あのお正月、じゃあクリスマスにいっぱい飾り付けができて。やばすぎ。行こう、もう行こう。今度やってらんねえわ、怖いわ、怖すぎる。なんか映った。
わ、後ろから車来た、来たよ車、やっばー、ライト見えてる。これ左はね、あのなんかあのなんだっけ、マリア様、あ、これこれ左ね、ほらマリア様がいるんですよ。後ろから車、なんか遠くからライトが見えてる。もうなくなったライト、もうライトがない、どういうことこれ。うわ何これ、ここも、うわぶつかるとこだった今。これ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 、これ正面左ね、教会。うわここ夜景綺麗、ここね、ここの教会中見たことがないんですよ。これなんでかっていうと犬がいるんですよね中に。でこの階段ね、これ階段登るとワン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 って犬がね来るんです。めちゃめちゃ怖いんだから、めっちゃくちゃ怖くて、まあそんな怖くないんだけど、本当はそんなに怖くないんだけど、ちっちゃいそんなに大きくないんだけど、犬はね常にいるんですよ。人住んでんのかな教会って。教会ってどうなの、人住んでるの、住んでないんだな。あ、教会もちょっと見る、せっかくだから。よいしょ、ちょっと見る。すいません、あ待って、あちょっと充電器。ほら教会、これねそびえ立つんですよ。ちょっと交換がすぎて明るすぎますね。よいしょ、お休みしました。で今からちょっとね、さっきのところで夜景見ましょうか。車ちょっと降りてね、怖いけどさ、降りたらなんか怖いんですよね。ここから夜景が綺麗に見えるんですよ。大丈夫かな。ちょっとせっかくだから夜景映しましょうかね。ちょっとだけ夜景映そう。うわなんか怖いな。これね教会ね、教会。これが僕の車、かっこいいでしょ。見て見て、めっちゃかっこよくない？かわいいよね。かわいいよね。夜景見てください、摩天楼です。綺麗でしょ夜景でね。空には月が、月も綺麗なんですよ。いい感じですね。満月ですね。あれは南極星かな。明るく輝いてますね、星が一つね、あそこめっちゃ輝いてますね。夜景が綺麗じゃないですか。あ怖いんでちょっともう帰ろう。怖い怖い、怖すぎる、めっちゃ怖い。よいしょ、あ車に戻った。戻らないとさ、怖いから、あんまり長いはできない。さっきのさ、あの車からマリア様見ようか。多分車からマリア様見れると思うんですよ。電源を切りましょう。電源ルームミラー見れないとやばい。多分こっからだったら一応分かると思う。
外人のゾンビだったら外人のゾンビの方が怖いでしょ普通。あと映画の影響というか、映画のゾンビとかはまあ外人じゃないですか、まあ、日本物の映画が大好きな人はね日本のゾンビとかを見てるんだろうけどさ、一般的になんかね、あの映画怖いよとかいうなんかホラー映画とかさ、あ、ここだ見て車から見よう、見える？ほら、マリア様ね、マリア様ね、ここでね、あのお昼は全然平気だよね。お昼はね、ここで配信して中までこうカメラ入れてさ、さ呪われるとか言ってやってたけどさ、怖いってこの時間はマジで、マジでやばいから、これもうやめようよ、もうマジ怖いんだから、もうやめようやめよう、シャレになんないから。あの日本だったらいいけど外国ってさ、まあ言ったらさ、あのゾンビだけじゃないじゃん、ぶっちゃけ発砲事件とかもあるじゃないですかね。あのこの町でもね、まあ、ここの町じゃないけど僕が住んでる町ね、僕が住んでる町でも、あの前ねちょっと言ったけど24時間スーパーの駐車場で、あの撃ち殺されてるんですよ。なんかあの言い合いになったみたいで、若いガキがね、若いガキ同士言い合いになったみたいで、バンってどっから持ってたのか、まあ、持つ持ってんのかな、ちょっとあの悪ぶってるっていうか、なんかねえ、導いたやつだったら持ってんのかもしんないよね、ピストルとかね。怖いからね、だからなんていうの、僕みたいにさ、まあ、外人だったらさ、もうなんていうの、まあ普通に住んでるやつとか思わないわけじゃないですか、普通こいつは旅行者かなとかいう目で見られるのが、まあほぼほぼじゃない。外人見たらさ、あ、こいつ旅行者かなって普通思うじゃん、誰でもね。そのノリですよ。だから日本でも外人見たら、あ、旅行に来てるんだって普通思っちゃうじゃん。あ、この人もう何十年も住んでるんだとか思わないでしょ普通に。そのノリでやっぱり僕も扱われるんでね。だから、まあ、旅行者だったら狙ってもさ、どうせこいつはもう数日後に飛行機乗って帰るんだから全然平気だ、安全牌だみたいな感じで狙われやすいんですよ外人はね。って言ったように、こういう街では外人ほとんどいないからさ、まして車乗ってぐちょぐしてるなんていないからさ、こうね、そういうところで僕が目についたらもううってつけのカモじゃないですか、カモカモじゃないですか。だからさ、ほんとほどほどね、僕も気をつけないと危ない目になっちゃうんでね。それでもね、あれですよ、あのイタリアに来て危ない目にはね一度も会ってないんですよ。でナポリでもね9年間住んでて、すんごい悪いところに住んでたんですよ。通りがもうヤバくてみたいな、あの殺人事件も何回も起きて、夜中もよくあの強盗とかね、ピストルで脅かされてお金全部巻き上げられて、スマートフォンも全部取られてとか、後ろからいきなり殴られてとかね。これ左側ね、さっきのねお墓ね、チビテッラお墓ね、そういうとこ住んでたんですけど、まあ運良くてですよね、多分これは運良くて何も被害に遭ってないんですよ一度もね。危ない目には本当に一回も遭ってない。大概あの用心して用心して夜は出かけないようにとか、そんなこと一切せずにね、夜中も出ていくわ、友達らとディスコに行くわ、遊びに行くわ、ガスですよガス、もうすごいねここ、左側もう見えない、真っ白でやっばマジやば、ガスがいっぱい、うわ何これ、見えないんですけど、道路がガスが立ち込めてきてます、やばい、呪われるこれ、やばすぎる。
そうね。でね、話戻りますけど、うわ右側もすごいな。合ってないですよ。これはね、ただ単に運が良かったと思いますよね。あの絡まれたことは何回もありますよ。普通に歩いてて、ローマでもね、ナポリでも普通に歩いてて、目の前に車がバーンと止まって、で見たらあの前に4人乗ってて、いきなりみんな窓開けて、おらお前どこのもんじゃ、おらとか、中国人お前国に帰れとか、こんなとこ歩いてんじゃねえぞ、こらとかで、あのイタリア語ですけどね、お前殺すぞとかで、もう言われたことは何回もあります。それは何回も本当にある。で、あのビール瓶投げてきたりとかね、あります、何回も。そういうのは何回もあるけどね。まあそれでもね、ああピストル、おもちゃのピストルで撃たれたこともある。木の陰にパッと隠れましたけどね。隠れてもしつこくずーっと撃ってました。パン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 。どれぐらいだろう。10分ぐらいかな。10分ぐらいずーっと撃ち続けて、でバーンって車で走って逃げていきましたね。逃げてっていうか、まあ行っちゃいましたね。それもずーっとなんかね撃ってきましたね。まあそれが、どうなんでしょうね。僕のことをアジア人って分かっててやったのか、暗い道だったからね。だからただ単に人を撃って遊んでたのかがちょっとよく分かんないんですけどね。わ、喉イガイガしてきた。やばい、ガスだこれ。なんか匂いが違うもんだって。これガスだよ。殺人ガスだよこれ。どうしよう。もう誰か通話してよ、もう。誰かかけてきて。まあ、かけてきたら録画できないか。できないか。まあ2つあったらできるよね。2つあるからできるんだよ。できるけど。できるけど相手がいない。家賃払わないといけないでしょ。で、その家賃分
家族でみんなでちょっとずつお金を、まあ、親にカンパして、でなんとか家族のなんていうの収入をちょっとでも増やしてみんなで協力してみたいなね、そういうファミリータイプなんですよね。働き始めたからさあ知らんぞ、家出て私は自由にするとかね、そういうのあんまないんですよ、少ないんですよね。だからね、イタリア人はどうだろう、あれのことね、ハレンチだろうとか誰でもだろうみたいなこと言うんですけど、思いっきり間違いで、親と住んでるからないんですよ場所がね。イタリア人のね友達だとね話してて、やっぱりね、男同士で喋ってるとね、そういう話題にもなったりするんですけど、じゃあ実際どこでするって場所がないんですよ。日本みたいにねラブホテルとかあるわけじゃないからね。ラブホテルとかあるのはもう日本だけなんでね、やりもくホテルなんて作る基地がありなんていうのはね、マジ日本だけなんで、まともな国はそんなないからね、ビッチな国じゃないんだから。だから実際ね、ここらの人がやるって言ったらもうビジネスホテル、まあ、言ったら一泊料金ですよね。安くないですよ。でまして泊まるって言ったら、そのドキュメント全部出さないと泊まらせてくれないですよ。行ってはいどうぞみたいな、日本みたいなそんなあれじゃないですよ。あなたじゃあ住民票見せろって感じですよ、こっちだったら。同じですからね、住民票とカルタに入れてたんでね、それ全部コピーされて、それ全部警察に持っていかれるから、どこに泊まったって全部証拠出ますからね。でそういうのを出さないと泊まれないんですよ。じゃあね、例えばさ10代の子らがねそんなの出して、で親にねどうのこうのってなった時にバレるじゃないですか。じゃあ誰が泊まるのって、バレる、もうねバレるの 100% ですよ。問題になった時に、問題になってもバレるのが五分五分だなって言ったらさ、まあチャレンジする人はいるだろうけど、もうドキュメント出してる時点でもう 100% バレるんですよ、どこに泊まったって誰とって。それねしないんですよね、そんなバカなこと。それでね下手したら一生棒に振るっていう可能性はあるんでね。だからね日本人みたいに軽々くねパーティー行ってパーティー開けやっちゃったみたいな、そんなバカなほとんどいないですよ。ただそれやってんのはビッチな子らね、本当にね体売ってる子らね、それは本当にいる、それはいるよ。どこの国にもね体売ってる子らは、それはもうめちゃくちゃ少ないけどね、本当にめっちゃ少ないけどね。そんなんだったらいくらでもできるだろうし、でも普通の子らでって言ったらもう無理ですね。付き合うまでもめちゃくちゃ長い、昨日会いました、あじゃあ付き合ってみる、あじゃあ恋人になろっか、そんなノリないからね。それはもう日本人かアメリカ人かっていうやるあれでないからね、ヨーロッパで。ど田舎の村の中でそうやってやってるのはあるかもしれないよ、村の中ね、人が誰もいないからさ、そういうのはあると思う。実際見たことあるし聞いたこともあるし、でもねこういうイタリアで街中でって言ったらまあない、そんなのありえない。半年間ぐらいちゃんと遊んでどんな人かって把握して、向こうの家の家もどんな家なのか家系なのかってちゃんと見定めて、親が働いてないとかね、親がいないとかね、親が不労者だとかね、親が警察に捕まってるとかね、そういうのも全部把握して、あこの人いい人なんだってちゃんと女の子も男の子も相手を、あこの人はいい子なんだってちゃんと分かってから付き合う。それにやっぱ半年、短くても半年、ほんと短くても半年、それぐらいはね様子見てる。もうすぐね 2,3 ヶ月で付き合おうよって言ってもね、あもうちょっと待って、お互いのこともうちょっと知ろうよってみんな言うから、普通に普通にみんな言うから。日本人みたいにあちょっとかっこいいわ、出会い系のアプリでさ、もう今日会いました、あじゃあもうそのままホテル行きました、そんな基地がいないからね、それビッチだけだから、体売ってる子らだけだから。でも日本で言ったら体売ってる子らじゃなくて普通の子らでもそんなんなんですよね。それがね悲しい。でそういうことを外国の人らは知ってるわけですよ、日本人はこうでしょって。だから行きたがるんですよ、だから人気があるんですよ、わかります？やりもくで人気があるってだけね。
ちゃんとあれで人気があるんじゃないからね、勘違いしないでね、ほんとに辛口トークじゃなくて、ここはね、いつも辛口トークだけど、毒舌だけど、ここは本当にね、普通の話だからね。で、外国に住んでる人はみんなこれ知ってるからさ、みんな知ってるからね、マジでマジで。だスペイン人なんかめっちゃ人気でしょ、日本みんな行きたい行きたい言ってる男の人ね、男の人も男の人ね、みんな行きたい、めっちゃ楽しそう、アニメ大好き言いながらやりもんですよ、やれるわってみんな思ってるから、みんな言うからね、それを。だから僕ほら日本人じゃないですか、お前の国こうだろってね、ほんと言われるんですよ、みんな。僕から言ってるわけじゃなくて、で、あ、こいつも知ってんだ、みんな知ってるんですよ、よくね、まあ、そういう情報流れるんでしょうね。で、バカな日本人が外国でさ、みんな永住権欲しいからってさ、体売ってるやつらばっか、9割方そうなんでね、本当に。だからそんなやつらがさ、まあ、ベラ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 言ってるんでしょうね、日本だったらこうだなんて。だからみんな知ってんだろうね、これね、こんなんだ、ワンナイトでやるよみたいな、あ、じゃあ絶対できるわみたいな、で外国人大好きで、外国人大好きだよとかね、実際弱いからね、私は嫌いだとかね、外人苦手とか言ってる頃でも、実際さ、実際に外人が目の前でパッと見て、ジュデーンとか、あなた可愛いねとか言い出したら、もう顔の中で、ただそのチャンスがなかっただけで、チャンスがあってやってるやつなんて、もうみんなそうだからね、ことの始まりはみんなそうだからね。それはね、あれですよ、悪口とかどうじゃなくて、遺伝子にね、組み込まれてるんですよ、これね、人間工学に基づいて話せばね。だからこれは気違いだとかね、日本人は全員ビッチだとかいう話をしてるわけじゃなくて、遺伝子にね、組み込まれてるんですよ、これは。動物本能に入ってるんですよ、もう実証されてますから、それ。人間って自分と近い、なんていうんですか、あれ、遺伝子、遺伝子のことね、近い遺伝子と離れるようになってるんですよ、動物性本能でね。で、遠い遺伝子とくっつこうくっつこうっていう遺伝子が働くんですよね、動物って。なんでって言ったら、近い遺伝子同士結婚して子供できた場合に、ちょっとね、言葉悪いけど、身体障害者の子が生まれる可能性がすごい高いんですって、人間にも動物も全部ね。だからほら、兄弟同士でさ、強制送還じゃなくて、兄弟同士でやってるとかさ、親戚同士でたらい回しに結婚してどうも、子供産んでどうもとかやってるとか、そういう家系とかさ、そういう子供ができやすいんですよ、身体障害者の子が。だからそれをね、本能的に防ぐあれがあるんですよね、自動で。だからなるべく兄弟とかやらないんで、親戚近いじゃないですか、遺伝子がね、じゃなくて、遠いところ違うところの人を見た時に胸がキュンってなって、あ、好きかも、あ、好きって働くようになってるんですよ、動物って。みんなこれはもう入ってるからね、遺伝子が。っていうことは、離れれば離れることっていうことは、外人ね、外人を見たら胸ときめいちゃうんですよ、これ遺伝子でそうなっちゃってるんです。ただ外人好きだどうのこうのってじゃなくて、遺伝子でもそういう風になっちゃってるんですよね、動物って。だからね、嫌いだどうだ言ってるのは、遺伝子に逆らってどうのって動物だからできないんですよ、普通ね。食べ物を見てお腹空いてる時には食べたいと思うじゃないですか、それと同じで、お腹空いてても食べ物見ても一切食べたくない、それはもう死んでいくだけじゃないですか。健全な人の話ね、普通のね、健全な人の話普通にすればそんな感じでしょ。そこの話なんですけどね、いやじゃなくてね、そういう特殊な話、特別な人のことを言ってるわけじゃなくて、普通のね、人の話ね。だからね、反対にこっちでもね、アジア人のことあんまりみんな好きじゃない、どうのこうの言ってても、実際そうですよ、やっぱりね、男も女もさ、足のスラッと長い金髪のね、かっこいいさ、
2枚目のなんか映画俳優みたいなさ、外国人のね、ハンサムな男の人ね、嫌いって人いないっすよ。あの映画でさ、あの出てくるアメリカ人にしても何にしてもね、かっこいいじゃないですか。で、女の人もさ、めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。で、それをね、見て、あ、大嫌いだってみんなが思ったら、あの、映画になってない。で、映画で人気にもなってないし、ヒットもしないから。ね。世界的にヒットしてる映画、なんでかっこいいじゃないですか、みんな。で、みんな可愛いじゃないですか。だからヒットするんですよ。それもね、いやいや私は嫌いでどうのこうのって言ったところで通じないからさ、嘘だからさ。じゃああんた映画見ないの？なんで見るの？見てどう思った？かっこよかったでしょ、かっこいいの、ほらかっこいいと思ってるじゃんっていう話になっちゃうからさ。ただチャンスがないからそう言ってるだけで、チャンスがあったらポロッと行く。それは遺伝子でなってるから仕方がないですよ。でね、反対にね、アジア人そんなに人気もなくてどうのこうのって言ってる世の中でも、僕がこうやって住んで、まあヘイトもあるしいろんなこともあるしね、あるけども、なんで普通に住めてるかって言ったら、その中でもやっぱりね、何人だ何人だっていうそれの後には人と人っていうのがあるんですよ。深い話がね、人対人っていうのがやっぱりあるんですよね。日本人だけど、アメリカ人だけど、そのだけどっていうのは人対人の話なんですよね。それがさ、長年ずっと付き合いしていくと、あ、日本人だけどあいつはいいやつだよとかね、そういうことになっちゃうんですよね。人対人だから真面目にやってれば、キチガイみたいに、ああ外国だから薬やろ、外国だから女やりまくろ、ナンパしまくってやりまくって遊びまくってビッチのやつばっかり遊んでみたいな、そんなことばっかりやってると、それはみんな白い目で見ますよ。あいつキチガイだなって、日本人はこれだよってなっちゃうけども、じゃなくて普通に住んでるから、普通にそこの住人みたいな生き方をすれば普通に見てくれるじゃないですか、一般にね、普通にね。そういう生き方をすれば人対人で見てくれますからね。だからそこでヘイトがなくなるんですよ。だからね、何人はとかいうのはね、結構まあね、外国に行ったことない住んだことがないっていう人はさ、そういう見方でしか見れないのはまあ分かるんだけどね。でもじゃあさ、例えば日本人アメリカ人が大好きだとするじゃないですか。じゃあどのアメリカ人が大好きかって言ったらそうじゃないじゃないですか。アメリカ人の中でも嫌いなアメリカ人もいるし、好きなアメリカ人もいる。それはそれはなんで人対人だからじゃないですか。それ好き嫌いじゃんって言うけどさ、人対人じゃないですか。いくら見た目が良くてもさ、性格クソでキチガイでって言ったらさ、好きにならないじゃん、みんな。でもさ、ね、何人だけど、いやあいつはちゃんとしてるよと思いやりがあって、あいつには本当にいろいろ助けられたとか、あいついいやつだよってなったらさ、何人とか関係なく好きになってくれるじゃないですか。だからね、その辺で通用できると思うんですよ。通用してるしね、実際どこの国に行っても、まあヘイトはどこの国でも本当あるけどね、本当にあるし、トルコは日本人が好きだろうとかね、親近国だとかね、なんかキチガイみたいなこと言う人いるけどさ、実際トルコでもね、ヘイトに会ったこともあるしね、いくらでも普通にあるからね。でもそれを乗り越えるのは人対人だからさ、お金ばらまいて俺はいいやつだよとか言うあれじゃないから、ね、それ単なる旅行者だから、チップあげたからどうなるの、それただね、チップもらってるから相手にゴリゴリしてるだけで、こいつクソと思ってるだけだからね、人対人とは見てないからね。ただお金もらってるからってゴリゴリして、あーグラッテサンキューヘイって言ってるだけだから、それは人対人じゃないからね。でそれで、あーいい人だいい人だじゃないからね、それじゃないからね。そういう金銭価値とかじゃなくて、人対人のね、心との心の触れ合いというのはね、それはもう住まないと無理だからね、わからないし、住まないと。住んで初めてね、自分がそれに適してるか適してないか、それができるのかできないのかっていうのがわかるよね。まあ、それは問われるよね、人間性のあれだよね。
タートじゃないからね。やっぱりアジア人っていうだけでヨーロッパに来たらマイナススタートだからね。それはもう日本人って言ってもね、あれですよ、その中国に行ったとしてもそうじゃないかな。中国に日本人が行ったところでアジア人ヘイトじゃなくて日本人ヘイトもあるしね。どこの国でもね、あのどこの国の人間でもどっか行ったらね、あのヘイトはある。それを乗り越えるのは、住んでね、住んだとして乗り越えるのはもうその人のあれだから、器だからね。実際に器がなかったら無理だからね。さあ車、ここ止めよっか。今日はここでもな、鳩の糞がいっぱいなんだよな。でも一番前に行ったらな、ボンってされるしな。まあ一番前に行こうか。じゃあここね、一番前に止めると、まあ来週までは行けるか。来週の日曜日、よし、ボンってされるんですよね。よし、はあ怖かった。まあとりあえずね、帰ってきたんでお話もこの辺までにしましょう。喋りすぎました、すいません。ではね、はい、またです。